発信元の特定を急いで桐原さんにも連絡を。了解。それから周波数帯域をゼロワンのものと照合。ゼロワン。ゼロワンが見つかったの？周波数帯域はゼロワン独自のものです。でも変じゃありませんか？今まで見つからなかったのに。奴に会えばわかる。発見するにはブーストフォンシーカーの使用が最適だ。網島研修生、着信認証を出しシーカースタンバイと命じてくれたまえ。ん？シーカー？早速実践よ。仮にしてもセブンとあなたはバディです。ブレイバーはバディと認証がなければ使えない機能がたくさんあります。認証を。認証いいけど。曖昧な表現は認められない。もっとはっきりと。分かったよ。認証する。シーカースタンバイが欠けている。どっちでもいいじゃん。毒はない。私を最大限に使いこなすことが君の使命なのだ。さあ声高らかに命じてくれたまえ。シーカースタンバイと。分かったよ。やるよ。やればいいんでしょ。シーカースタンバイ。やってるよね。いや